お、れ。まさかこんなところで、また出てくると、ラスボス。私。チュン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 。ガードされた。光の橋。ちょっと四つん這いになってる。おっと。チャージコーヒーができるけども。やだ、気持ち悪い。私気持ち悪い。大きくなった。白クマ状態。やっぱ立ち上がったところをやんなくちゃか。チャージしといて顔を出したらミスった。電気羊モードのやつか。ビリビリビリ。やだやだ、小生やだ。うおー、ジャイアントコアラ先輩の状態の。お前、ここも負けていくとどんどんライフが増えていくんだね。あれ、途中からやり直しになるんだ。それはありがたいけど。えいえい、ハートどこまで増やせるかなとか試したかったよ。まあ、あと何回かはやられるでしょうから。やだ、この四つん這い怖い。ちっちゃい俺はだいたい、うん、ダッシュでやっつけられるからな。というか、そこそこの大きさのやつでもダメージは与えられてる？微量だな。まさかここでアバターが生きてくるとはね。ああお猿さんのやつだ。お、空に浮かべた。これもしかしてこの位置からだったら。ああ落ちてしまった。お、いいぞいいぞ。あ、ダメだ、食らってしまうな。ある程度防げるかなと思ったけども。おお、大きいのがいた。そしてブラックホールを。やめろ。おお、吸い込まれた。おお、口を開けたときに攻撃か。うわー、悪夢だ。うわー、四方八方私。なんか角度は違うけど、アンダーテールにこんな攻撃あったな。ここで待機してられるかな。スタンバってるね。ここじゃダメか。いいよ。基本撃ったやつのところに行けば。ああ、遅かったか。だいぶ前からスタンバってるんだねあいつは。この位置なら回避できるか。どこに撃ってるのか見えないけど。いい感じに吹き飛ばしてもらえたから回避ができる。おそらくここは、うん、待たないといけない系だろうね。おお、最後に10番。よし、サードステージ。太陽を掴んで痛い。星をぶつけるとかトップを狙えとか思い出すよ。顎が外れちゃったかな。
しかし異世界に転生した俺が、鹿となった俺が自分自身をやっつけてしまった。俺という存在はどうなってしまうんだ。まあいっか、鹿だし。知らない天井だ。先生、患者が目を覚ましましたわ。で、顔を見たら鹿になってるとかかな。ここちょっとメタルギアソリッド5味があるね。これで鏡を見たらヒエーってなって心拍数めっちゃ上がっちゃうやつ。ね、なるほどね。まあ首長族ってことにしておけば大丈夫じゃない？これにてごく普通の鹿のゲームエンディングかな。もうこの時点ですでに早送りあの素晴らしいですね。まあ一応見ときますか。特に何もなければ俺が編集で早送りにしておきます。最初のアーリーアクセス版いつだっけかな、結構な年数経ったよね。まあ最初からね期待していたんで、最初はねちょっとボリューム不足で、あのヤギシミュレーターを目指していたんだろうけども、まだちょっとなりきれてないなーっていうところは多かったけども、奥多摩さんじゃん知り合いの名前があってちょっとニコッとしちゃった。これあれかね、名前乗るんだっけ、お金突っ込んどくと金額によるんだっけかな、なんかね金額によって、あ、カードあった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 、やった。他に知り合いの名前ないかな。ねリターンがいろいろあるんで、俺いくらの入れたんだっけかな。まあダウンロードコンテンツとそのサントラ、まあタダでもらえて、あとなんだろう、もっと上のグレードいくと確かゲーム内の方に名前が載るとかそういう系だっけ。ああ多いなー。なんか知り合いの名前見逃してたらごめんいないかな、いないかな忙しい忙しい、目が忙しい。今めっちゃ集中してるすごい名前の人いるな。長い、何文字まで大丈夫だったんだろう。あ、知り合いではないけど知ってる名前はあった。マイキャット本当に探してるのそんなことないよね。この最後にアンユーってねつくやつ、賛否両論あるよな。 あ俺も一員だったんだって感動する人と、逆に勝手に入れんなって冷める人とラスボス戦だけまた遊べるの。あれ、ダウンロードコンテンツ部ね勝手に動いてたっけ。でエンディングを見たので、ダメージを受けると即死するようになるもうすでに死にそうじゃん。人間をパンチすると首が伸びる。どっちが真のエンディングを見るとのなんだろう。バッドエンドを見るとってあるけど、バッドエンドはあのもう一人の鹿を撃っちゃった場合かね。お、伸びた。殴るごとにちょっとずつ伸びていくのか。
ポップテピでこんなのあったな。あ、ここまでか。もっと延々と伸びてほしかったね。未来のジャイアントコアラのやつもまだやってなかったか。やっぱ人間が四つ足で行動するとなったらこの向きになりますよね。あとは未来にあった動物パズル。おお、何これ、こんなのが。火吐ける、すごーい。飛行モード、おお、コアラパイセンやるのも楽勝になってるじゃん。これはクリア得点か、それとも見逃していたのかな。上はどこまで行けるかな。こんなもんか。これで着地ダメージがあったらないですね。いやー、素晴らしいゲームだったな。まあ正直ボリュームはそんなにないけども、インパクトが素晴らしい。で、なかなかクリアできなくてもね、何度もリトライすることで体力も増えていくんで、アクションゲーム苦手な人でもいずれはクリアできるでしょう。ごく普通の鹿のゲームはやっぱりごく普通の鹿でしたね。ごく普通の鹿になりたい方はぜひこのゲームをプレイしてみてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。